まあ国家の安全保障もいろいろと様変わりをしていく中でここはぜひともですね石破茂さんエキスパートにお話を伺いたいという思いでやってまいりましたよろしくお願いしますどうぞよろしくお願いいたしますいや僕は石破茂さんして言った時に自分で言っておきながら恐縮なんですけど違和感ございましてやっぱり石破防衛大臣とか防衛庁長,長官とかかつてのから農林水産大臣とかもう癖が報道ステーションじゃついててスタジオもよくお越しいただいてちょっとこう 当のね要職にもついてない石破さんとかいきなりで恐縮ですけど「閣僚じゃすいません」<laughs> いすいませんって言わしきいけないんだけど <laughs> ご自分としては、まあ、もちろんこう腕をぶすというか伏せる理由とかいうとこあると思うけど。うん 阪神林から言うともっともっと石破さんやったよって声ありますからねうん、そうっすねありますね、うん、ねあるでしょうん。でもまあ今更っていう気もあるしねいやいや今更でこれからじゃないですか、うん、ですけどね、はい、やっぱりこういろんな私も若い時にまだ45でしたかしらね、はい、突如として小泉さんに防衛長長官って言われて、はい、そういうポストをいただいたけど やっぱり若い人たちにいろんなのやらせてあげたいなってのもありますよねだからこう私も防衛大臣一回断って農林水産大臣一回断ったりして安倍さんのお怒りを買いましたがうんうんやっぱりそれはね若い人にやらせてあげたいなって ってのもあって、自分がそうだったようにね。うん、確かにね、いろんなジャンルでも、若い人に密輸を作って、もうおじいさんはさ、立ち去りなさいっていう。<laughs> 例えば、一つの世の中のね、うん、流れでね、あの集団自決しろと。例えだろうけど、言った人もいるわけですから。世の中には、だから、そこはわかります。で、立場として、そういう密輸を作るだけど、だからこそ、若い人を誘導するために。 石破さんすごいところのポジションついてよって声もあると思うでも考えてみると石破さんこうやってね歴代のこう総理大臣田中角栄さんが見て、うん、あそうだって忘れてたけど石破さんもともと大義生活でいうと形成会。 うんスタートはね中、ね、中曽曽根根派なんですよ当時は中選挙区制って制度だったから、はいはい、私の鳥取県って鳥取県全県区定数4、うんはい、で本来田中派なんですけど、はい、もうすでに田中派の人いたから 2>,、うん、2人同じ選挙区から出れないんで角栄先生から「お前なと」と、はい、どうしても田中と一緒にやりたいっつんでって。 いうことだったら大吉等ぶなれないよと、うんうん、もし田中と別れてもいいって言うんだったらばなれる、うん、もしお前が田中と別れてもいいって言うんだったら中曽根がいって言われましたあ、そうなんだ、うん、なんかね田中派と中曽根がぐじゃぐじゃになっててな、うんだうそういうことなん、ね、そうそう。だってそれは当時はそういうもんですもん,ん一つの選挙区から同じ派閥は二人でないと いことなってたわけでねでね昭和50年何年だっただろう58年だったかな角栄先生と二人きりで明治座のお屋敷で話しててそう言われたんですよ田中と一緒にやりたいって大ったです室から夢あのすごい部屋ね。今回は見れと だけど田中と別れても言点だったらば今回がお前チャンスだと言われました。でね、その時に角栄先生がしみじみと言われたのはね、角栄、はい、もいつまでもこんな権力があるわけじゃないと。うん、そして派閥は永遠ではないって言われましたね。確かにロッキード事件いろいろあった果ての、うん、そのね、うん、今年代を言ってるわけですからね。うん、第一次節節。うん はあ、印象に残ってるな石破さんそれは角栄先生のね言葉ってね本当に一つ一つ鮮明に覚えてますよでしょうねあの人人間じゃないからねいやなんだと思いますかあれ神ですよ神 <laughs> もはやあのね何羽節語りのえらー,ー,ーとこのダミ声と人を掴む力の訴求力の喋りの掴みですよね、うん、それから中身のある言葉、うん いや天才ですよね天才です僕はしゃべり屋だから、うん、しゃべり屋として見るとたまらない天才だっ<ぁ>やっぱ普通は明日いよいよ投票ってが大学の頃とかね渋谷 <laughs> の駅頭とかで聞くどうか我が自民党にとか言ってる時に、うん、田中角栄さんだけはそういうふうに「皆さん」とか言わないですねいきなり大群衆の一番手前にいるおばあちゃん「うん、おばあちゃん、うん、雨降ってきたけどやめますかやりますか、うん、続けていいですかどうですかおばあちゃん次第」もう一人を打つことで全員を捉えるって言うんですか。 あれはすごいですねほんとすごい、うん、私はね間近でお使いしたのはたった1年半ぐらいなんですよ、はい、でも常に1対1だった、うん、私まだ26とか27七なんちゃんですよ、はい、それがね1対 1, 1>、はい、でも10分とか7分とか時間は限られてるね、はい、で手元にチーンってなるベルを置いててあそうなん時間になるとチーン次っ,、はい、って言われるんだけど、はい 書簡とか秘書とかそういうもの一人もつけないでいたりあ,あそううまいなすごかったなぁ牧子さんも出てこない <laughs> ああ全然出てこない全然オールドパーだけ飲んでるいや飲んでないでそれはねシラフでしたかオールドパーを飲んでらっしゃるのを見たのはねお正月とかそんな時以外にね、はい、竹下先生が形成会っていうのを作って、はい まあ一緒のクーデターみたいなもので,、ね、でしたねさーっと人がいなくなって、うん、その時に私呼ばれていった位置で話した、うん、それは朝の7時半だった朝からオールドパーのうわその時はあの時だけああそうですか、うん、でもそんなことがありながら田中派もいろいろありながら最終的に僕はびっくりしたやっぱ ずっと自民党にいる人だなんていう印象をね西、うん、場さんに関して持ってて自民党内異端児だと思ってる人だっていますよ、ね、まいっぱいいますよ、ね、だけど一度やっぱ小沢さんと一緒に行ったら語弊があるかもしれないけど新新政党新進党進て出ますもんね出てますよだから結構僕は思い切って勝負する人だと思ってるから、うん、あえて理に合わないと思ったら上取りってこう難しいね政治になるけど理に合わないと思った時はポンとなんか今 あるものを捨てる人だと思ってるから。もうその辺思いっきりいいです。うんだからそこはね。ぜひ今の政治に欲しいなあって生意気な言い方ですけど。石破さん中心でやってよって気は正直あります。だから自分の中で納得できないことはやらないので。うん、それはね、その政治改革だって大騒ぎしましたよ。はい、ね、もう今からもう本当に三十六七年前のことだ。 でもそれは同じ自民党同士で選挙するってなんて嫌なことなのってのがあったんですねで同じ自民党同士だでもそれが「フグ大天の敵」で知事はどっち派市長はどっち派県会議員は何人どっち派みたいなことでねまあとにかく朝から晩まで自民党同士で争ってたでその当選会回の頃 言われたのはなるべく東京にいないで地元に帰れとなるべく天下国家を語らずに外交とか防衛とかね財政とか語らずに地元のことを語れとこの道路俺がつけたとこの橋俺が架けたとということはなるべく東京にいないで地元にいろとなるべく天下国家を語らねで地元のことを語れ代議士でいるためには代議士のようにしてはいけない。 これ一体何なんだろうねね思いましただから私はあの抽選局で同じ自民党同士とやってた時もね最初の時を除いて選挙強かったですよ、うん、トップから落ちたことない、うん、だけどその自民党同士で争ってお金やたらかけてっていうねこれ本当に日本の国のためなのって思ったですよね。だから宮沢さんが総理大臣で 宗一郎さんとのインタビューで私は嘘は言いません政治改革がやると言ったらやるんですって言ってやらないからこれ不信任が上がってきた時にこれ信任なんかできないよねって当時宮沢内閣の政務次官ですよでね不信任賛成っつって票を入れたんだけど何の迷いもなかった。 ででででもも前の番狙えなかったすすけどでしょうね人間ですもんいくら利を重んじるったって、うん、多くの人が長いものにまかれるんだから政治家さんでも悪いけどね、うんうん、よくそ石破さんそれやって事件僕あれ事件だと思います今の話はまあそうですねドンとやったんだから自分の筋を通したんだか,、うんうん、だから私小沢派ではなかったんでね、うんうん、中曽根派でしたからね別に小沢さんから言われてやったわけでもない。うん、だから不信任の前の前夜にね 小沢さんからいや、君よくやってくれたと、うん、僕たちは明日離党すると、うん、君も一緒に離党しようと言われてね、うん、いや、別に私、あなたに言われてやってるわけじゃありませんからと、うん、私は自民党をよくしようと思ってやってるんであって、うん、自民党を割ろうとか、そんなこと夢さら思ってませんって言って、うん、小沢さん、あんまり機嫌よくなかった、ねうん振るってた人ですよね。 差は去りながら僕は思うんですよ金の飛び交い方自民党同士で骨肉相反その中選挙区のいろんな政治改革しなきゃいけない問題はわかります一方で小選挙区になったらなったらですねなったって今度はやっぱり自民党流利一人区含めてですね、うん、どうしても野党もうまーくね、えー、一体化することができない野党も悪いけど下手ね、うん、そして自民党の中のうまーいやり方で組織票も含めてスーッとね 自民党が最終的に議席を圧倒的に取るというのはこれはこれでね私は問題があると思っていて小選挙区のデメリットどうしたらいいかなと思いますよ。<laughs> これはね私らはねこう人間に対する洞察力がなかったというべきなのか小選挙区にするかしないかって大激論自民党の中でやってましたよ。もう本当に3時間4時間会議やって怒鳴り合いですよねまあそんな活力と自民党になったからね。 私たちは小選挙区にしようと理由はいくつもある例えば私もご多分に漏れず2世なんですよねで最初に選挙に出る時にいやあの父方のじい様は村長だったああそうかでうちの父親は建設省の役人から 知事ににななっってて参議院議院員になって最後大臣、うん、だからまあそういう意味では賛成かもしれないけど、うん、まあとにかくねに、まあ、要するに世襲ですよ、ね。うん、で最初の選挙に出るときにね角栄先生からね「お前みたいなあんちゃんが」と「うん、どうして代議士になれるか」うん「それはお前なんか大したやつじゃないと」と、うん、お父さんのおかげで名前の売り賃がただなんだと。うん ね、石縛っていう名前みんな知ってる地盤看板看板があ、はい、ると鳥取にでお父さんのおかげであのせがれだったらそれほど変なやつじゃないだろうというそこはかとない安心感があるそれがお前はただだと普通の人がそこまで行こうと思ったら1億8千万円かかるんだ、うん、お前はそれがいらないから出れるんだ、うん、って言われたことよく覚えてて、うん、でねその私学校出てから銀行にいたんですよです、ね、4年間ね 今は三井住友ですけどね、うん、でね同僚にも先輩にもね自分よりも頭もいい、うん、決断力もある立派な人いっぱいいましたよ、うん、でもその人たちは三井銀行の重役になることはあっても、うん、政治家になることはない、うん、私みたいなものが親の名前のおかげで安く出れるから政治家になってる、うん、これおかしい、うん、やっぱりその能力のある人見識のある人は 二世じゃなくても官僚じゃなくてもお金持ちじゃなくても党の力でなれる制度にしたかった、うん、っていうのが小選挙区制入れた私たちの論理だったんですよね。で小選挙区制入れるべきだって私たちはワーワー言ったその、うん、時に小泉純一郎さんが「お前たちこんな制度入れてみろ」と、うん、党本部の言うことか首相官邸の言うことしか聞かない、うん、そんな議員ばっかりになるぞ って小泉さん、言いましたね、うん。はあ、でも結果、小泉チルドレンになる、そうい言うのがでその後安倍チルドレンという流れになるう,うわ皮肉だな。でね、私たち、その時にね、小泉先生、それは違うと、<っ>党の言ってることが間違ってれば、うん、首相官邸の言ってることが間違ってれば、それは間違ってるっていうのが自民党の議員だって言ったんです、生意気にも。<っ>ただ小泉さんがニヤッと笑ってね そんなもんじゃないぞって言われましたよ。利用を重んじる石破さんがやや理想的に発言をした時に小泉さんは笑った。う,うわ。もうニヤッと笑いましたね。